願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、かなり大きな地震が発生し、その後も強い余震が発生しているようですけれども、はい、今回の地震の特徴、少しお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね、まず震源の場所なんですけれども、まあ、内陸の浅いところ、はい、今のところ震源の深さ10キロということですね。でしかもマグニチュードが 6.4 ということで、うん、浅い場所で起きる地震としてはかなり強い揺れをもたらすレベルになります。はい、で熊本県というのはですね、その例えば東日本とか北日本に比べるとそれほど地震の頻度多くはないところではあるんですけれども、はい、まあ、これまでもマグニチュード4クラスとか、というのは時々起きてた形になります。最近ですと2011年の10月にですね、うん、熊本地方でマグニチュード 4.5 という地震があって、震度5強という揺れを観測したことがあります。はい、でまあ、それぐらいの、まあ、マグニチュード4クラスの地震は、まあ、時々起きてた場所ですね。うん、でもう少し、遡りますと1975年、はい、75年の1月にですね、これは熊本の阿蘇地方で起きた、うん、マグニチュード 6.1 という地震があったんですけれども、今回の 6.4 はですね、それをも上回りまして、まあ、過去でいきますと熊本県内で起きる地震としては、まあ、最大級と言っていいかと思います。うん、はい、でまあ、その結果震度7ということで、国内では4回目の、はい、まあ、震度7、非常に激しい揺れになったということが推定されます。なるほど。まあ、その後もちょっとこう余震がですね、はい、大きい目のものが続いているということもありますけれども、はい、まあ、これまでマグニチュード 6.4 が一番大きく、その後余震の方でもマグニチュード 5.7 ということでしたので、はい、これまだしばらく続きそうな感じがしますけども。そうですね、震度7を観測した地震の中の一つ、新潟中越地震ですね、はい、2004年の10月に起きた地震ですけれども、こちら最初の地震がマグニチュード 6.8 というもので震度7だったんですけれども、さらに3日経った後にもですね、ごめんなさい、4日経った後ですね、はい、10月27日でもまた震度6弱の余震が起きたりしています。ですので最初の地震が大きければ大きいほど、その余震が強い余震が起きやすい期間というのも、こう長くなる傾向があるんですけれども、うん、今回の地震についてもですね、最低でも1週間、まあ、その可能性レベルでいうと1ヶ月とかっていうレベルでですね、はい、震度5クラスですとか最大6弱とか、そういった強い揺れをもたらす余震が懸念される状況ですので、ちょっとしばらくですね、余震に対する警戒は怠れないということになると思います。はい、わかりました。山口さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。